水彩絵の具を混色してこんな作品を作ってみましょう。まず八つ切り画用紙から B5 を切り出し、その裏にアジサイの型紙をコピーします。型紙はコメントの URL からダウンロードしてください。名前を書きます。そして裏返してこちらに色を塗ります。赤紫色と青または藍色です。画用紙に直接絵の具を出します。そしてたっぷりと水をつけた筆で絵の具を伸ばしていきます。赤紫色は水で伸ばすときれいなピンク色になります。青色と重なると透明感のある美しい紫色になります。絵の具に入っている赤色では濁った紫色しかできません。赤紫色の絵の具は画材を専門に扱っている文具店か教材屋さんで買いましょう。色は濃いめの方が綺麗なので薄いところは絵の具を足しながら全体に塗っていきます。次に葉っぱです。真ん中にお花が来ますので周りに葉っぱを描いていきます。実物の葉っぱを子供一人に一枚ずつ用意してそれを見ながら描いていきます。鉛筆で薄く簡単に描いていきましょう。パレット代わりに牛乳パックを使います。こうすると片付けが簡単です。絵の具は青と黄色、この2色で緑を作っていきます。本物の葉っぱを横に置いて薄い黄色からまず先に筆に取り、それに青を少しずつ混ぜながら葉っぱの色に近づけていきます。葉っぱと大体同じ色になったら下書きに沿って色をつけていきます。書きやすい向きに画用紙を回しながら塗っていきます。先に描いた葉っぱがまだ濡れていますのでこすらないように気をつけてください。葉っぱを描く枚数は子供によって違うと思います。時間が足りなくなってきたら似た色で大体の形を描きましょう。
余った絵の具で真ん中の部分を塗ったり、後ろ側になっている葉っぱを描いたりしましょう。乾くとにじみが出てこんな風に仕上がります。この上に糸はじきの手法で雨を降らせます。水溶きした青い絵の具を毛糸かタコ糸に染み込ませます。少し水気を切ってそれをピーンと張ります。真ん中をピーンと弾くとこんな模様ができます。これが糸はじきです。自分が降らせたい雨の方向を考えて糸をはじきます。絵を動かしてはまた弾きます。こんな風に雨が降っているような感じになりました。こちらは最初に赤紫と青を塗った紙です。しっかり乾いたら裏の線に従って切っていきます。曲がっているところは紙をくるっと回して切り取ってください。真ん中に色鉛筆で花の芯を描きます。花びらを半分に折って真ん中にキュッと寄せて小さい花の出来上がりです。一つ一つ切るのが大変な場合はこんな風に屏風折りしてください。こうして重ねたまま同じように切っていきます。つながっていますので、線に沿って切り離します。先ほどと同じように花の芯を描いていきます。これを4つまとめて、折り目をつけると効率よく花を作ることができます。この花を先ほど描いた葉っぱの上に配置していきます。赤っぽい紫や青っぽい紫があるので色も考えて置いていきましょう。配置が決まったら、のり付けをして出来上がりです。葉っぱの描き方や雨の降らせ方、花の配置の仕方で様々なアジサイが出来上がります。花は少し余りますので、これを取っておいて、立体的な掲示物を作ってもいいですね。